2018年4月11日、放送を翌日に控えた、ヒソネとマサタンの放送前夜祭が、新宿ピカデリーにて開催。当日は、本編第1話、第2話の先行上映のほか、トークステージに樋口真嗣総監督、天笠ヒソネ役の久野美咲さん、貝崎名糸口役の黒沢。2018年4月11日、放送を翌日に控えた、ヒソネとマサタンの放送前夜祭が、新宿ピカデリーにて開催。当日は、本編第1話、第2話の先行上映のほか、トークステージに樋口真嗣総監督、天笠ヒソネ役の久野美咲さん、貝崎名糸口役の黒沢智代さん、OP テーマを歌う福本莉子さんが登壇した。放送日前日の開催となるこのイベントには、一日でも本作を見たい、という熱いファンが多数集結。満員御礼の中、上映はスタートした。上映中は、コミカルなヒソネの言動や、名糸口のリアクションに笑いが起こったほか、マサタンの巨体の迫力など、観客たちが息を呑むシーンが多数。あっという間の上映後は、万雷の拍手が会場を揺らした。そんな中、満を持して樋口総監督、久野さん、黒沢さん、福本さんが登壇。第1話、第2話を振り返ってのトークが披露された。鑑賞後の温かなリアクションを目の当たりにした樋口総監督は、ここにいる皆で作り上げ、それを皆に受け入れられてヘリップ、ヘリップ。ヒソネが嫌われたらどうしようと思ってたとほっと一安心。久野さんも、ヒソネは本当に変わった子。皆さんがどう思うのかと、実は不安に思っていたことを明かしたほか、上から下から出られて、いい経験と語り会場の笑いを誘った。この言葉の意味するところは本編を見て確かめていただきたい。また本作はフレスコ、先に音声を収録してから作画作業に入る手法で制作されているため、セリフの収録時は映像を見ることがなかったということで、黒沢さんは背景が綺麗。説得力の強さに感動したと、初めて見る美しい映像が印象的だったとコメント。福本さんも、初めてマサタンに乗ったシーンが印象的。景色が広がるシーンに感動したと語り、その映像美を称えた。この人たちなら総監督が信頼を寄せるキャスト陣。トークは引き続き、樋口総監督からキャストに対してどんなディレクションがあったのかという話題に。ヒソネは変わっていること、司会者がコメントすると、それは引き捨てならなかった。総監督はすごく魅力的な子、オネアミスの翼のヒロイン、不思議の海のナディアのナビア、エヴァンゲリオンのアスカ。大体自分の携わったアニメに出てくる女の子はこういう感じ。性格のコントラストがない人と反論。熱弁する総監督に、久野さんが、ヒソネは監督のタイプですか?と突っ込むと、理想かな。こういう人が人生を面白くするとちょっぴりはにかみつつ答えた。一方、黒沢さんは自身の演じるナウについて、大人になっていく家庭の女の子。その不安定さが魅力と語り、心情のシンクロ率も高いことを明かした。そんな魅力的なキャスト陣について、樋口総監督は、この人たちなら、とんでもないことをやってくれると全幅の信頼を寄せている様子だった。
本作ならではのキャラクターとして自衛隊基地に隠されているドラゴン、マゾタンが挙げられる。その発想は、樋口総監督は自衛隊基地を取材していると、あっちへは取っちゃいけないという場所がある。そこにはなぜかポツンと格納庫があったりする。するとそこに何がいるんだろう。もしかしたら俺たちが見たらいけない何かが隠してあるのでは。大きな生物一匹くらい入るのではという妄想から生まれたことが明かされた。そういったアイデア文をのみの席でシリーズ構成の岡田まろりさんに語ったところ、それだという反応をもらったそうだ。初のフランス語に四苦八苦、ヘリップ主題歌収録裏話。本作を彩る OP テーマ、少女はあの空を渡るを歌う福本莉子さんも楽曲について語ってくれた。本作の主題歌で歌手デビューを果たす福本さんは、監督から何色もついていない声が欲しいという希望のもと抜擢されたそうで、レコーディング前にボイストレーニングすら禁止していたという。また、作曲を手掛けた岩崎太聖さんより、頑張りましたというメールと共にデモ曲が来たと、最初にデモ曲を聴いた時のエピソードを語る樋口総監督。そのデモ曲をアフレコスタジオへの移動中に聴いたら、あまりにも素直すぎる曲で思わず泣いてしまったらしく、楽曲の仕上がりには大満足の様子だ。ED テーマはフランスギャルのカバー曲、リテンプスリーラレントル E、ルトンデラロントレ恋の入れ字、新学期ということで、歌詞を担当した久野さんと黒沢さんは、初めてのフランス語歌詞に四苦八苦したそうだ。本当に難しくて、震えながらレコーディングに行った、久野。カタカナで歌詞を書いてもらったけど、逆にカタカナがゲシュタルト崩壊した。だから適当なひらがなと漢字を組み合わせた歌詞を書いて、それを見ながら歌った黒沢とその苦労を語った。ちなみに樋口総監督によると、第2話以降 ED テーマは全部別バージョンになるとのこと。キャラクターの関係性や心情、また新キャラクターの追加などでボーカル人数やミックスを変えているそうなので、そちらもしっかり聞き逃さないようにしたい。最後にヒソメを演じて、自分がやりたいことと求められるものが一致した。声優冥利につきます。久野、現場がワクワクに包まれている。みんな真剣に悪ふざけをしています。黒沢と本作に対する意気込みを語るキャスト陣だが、樋口総監督は会場を見渡しつつ、何も知らない皆さんの顔を見てるとニヤニヤする。この先の展開は俺たちしか知らないんだと今後が気になる一言を発した。そのシーンは果たしてヘリップ。これはもう本編を見て確かめるしかない。ヒソネとマソタンは4月12日に東京 MXBS 富士にて24時から、岐阜放送にて24時45分から、そして4月13日よりネットフリックスで放送、配信開始だ。放送日前日の開催となるこのイベントには、一日でも本作を見たい、という熱いファンが多数集結。満員御礼の中、上映はスタートした。
上映中はコミカルなヒソネの言動やメイ・トグチのリアクションに笑いが起こったほか、マゾタウンの巨体の迫力など観客たちが息を呑むシーンが多数。あっという間の上映後は万雷の拍手が会場を揺らした。そんな中、満を持して樋口総監督、久野さん、黒沢さん、福本さんが登壇。第1話、第2話を振り返ってのトークが披露された。鑑賞後の温かなリアクションを目の当たりにした樋口総監督は、ここにいる皆で作り上げ、それを皆に受け入れられてヘリップヘリップ。ヒソネが嫌われたらどうしようと思ってたとほっと一安心。久野さんも、ヒソネは本当に変わった子、皆さんがどう思うのかと実は不安に思っていたことを明かしたほか、上から下から出られていい経験と語り、会場の笑いを誘った。この言葉の意味するところは本編を見て確かめていただきたい。また本作はプレスコ、先に音声を収録してから作画作業に入る手法で制作されているため、セリフの収録時は映像を見ることがなかったということで、黒沢さんは背景が綺麗、説得力の強さに感動したと、初めて見る美しい映像が印象的だったとコメント。福本さんも、初めてマゾタウンに乗ったシーンが印象的。こういう人が人生を面白くするとちょっぴりはにかみつつ答えた。一方、黒沢さんは自身の演じるナオについて、大人になっていく家庭の女の子、景色が広がるシーンに感動したと語り、その映像美を称えた。この人たちなら総監督が信頼を寄せるキャスト陣。トークは引き続き、樋口総監督からキャストに対してどんなディレクションがあったのかという話題に。ヒソネは変わっていること、司会者がコメントすると、それは聞き捨てならなかった。総監督は、すごく魅力的な子、オネアミスの翼のヒロイン、不思議の海のナディアのナディア、エヴァンゲリオンのアスカ、その不安定さが魅力と語り、心情のシンクロ率も高いことを明かした。そんな魅力的なキャスト陣について、樋口総監督は、この人たちならとんでもないことをやってくれると全幅の信頼を寄せている様子だった。本作ならではのキャラクターとして、自衛隊基地に隠されているドラゴン、マゾタンが挙げられる。その発想は、樋口総監督は自衛隊基地を取材していると、あっちへは取っちゃいけないという場所がある。そこにはなぜかポツンと格納庫があったりする。すると、そこに何がいるんだろう、もしかしたら俺たちが見たらいけない何かが隠してあるのでは。大きな生物一匹くらい入るのではという妄想から生まれたことが明かされた。そういったアイデア文をのみの席でシリーズ構成の岡田まろりさんに語ったところ、それだという反応をもらったそうだ。初のフランス語に四苦八苦、ヘリップヘリップ主題歌収録裏話。本作を彩る OP テーマ、少女はあの空を渡るを歌う福本莉子さんも、楽曲について語ってくれた。本作の主題歌で歌手デビューを果たす福本さんは、監督から何色もついていない声が欲しいという希望のもと抜擢されたそうで、レコーディング前にボイストレーニングすら禁止していたという。また、作曲を手掛けた岩崎太志聖さんより、
頑張りましたというメールとともにデモ曲が来たと、最初にデモ曲を聴いた時のエピソードを語る樋口総監督。そのデモ曲をアフレコスタジオへの移動中に聴いたら、あまりにも素直すぎる曲で思わず泣いてしまったらしく、楽曲の仕上がりには大満足の様子だ。ED テーマはフランスギャルのカバー曲、リテンプスディラレントル E、ルトンデラロントレ恋の家路、新学期ということで、歌詞を担当した久野さんと黒沢さんは、初めてのフランス語歌詞に宿泊したそうだ。本当に難しくて、震えながらレコーディングに行った、久野。カタカナで歌詞を書いてもらったけど、逆にカタカナがゲシュタルト崩壊した。ちなみに樋口総監督によると、第2話以降、ED テーマは全部別バージョンになるとのこと。キャラクターの関係性や心情、また新キャラクターの追加などでボーカル人数やミックスを変えているそうなので、そちらもしっかり聞き逃さないようにしたい。最後に、ヒソメを演じて、自分がやりたいことと求められるものが一致した。声優冥利につきます。久野、現場がワクワクに包まれている。みんな、真剣に悪ふざけをしています。黒沢と本作に対する意気込みを語るキャスト陣だが、樋口総監督は会場を見渡しつつ、何も知らない皆さんの顔を見てると、ニヤニヤする。この先の展開は俺たちしか知らないんだと今後が気になる一言を発した。そのシーンは果たしてヘリップ。これはもう本編を見て確かめるしかない。ヒソネとマソタンは4月12日に東京 MXBS 富士にて24時から、岐阜放送にて24時45分から、そして4月13日よりNetflixで放送配信開始だ。